あれ、オリビエ。おや、エステル君、ヨシア君。カシウスさんに聞いたよ。ついに声優劇士になったそうだね。おめでとう。さすがは僕のプシキャットちゃんたちだ。その表現はともかく、一応礼は言っておくわ。ところで、オリビエさんはどうしてこんなところにいるんですか？確か僕たちと同じように今日の晩餐会に招待されているのは聞いていましたけど。そういえば誰よりもお祭り好きっぽい男がこんな静かな場所で飲んでるなんて、あんたひょっとして偽物？君たちがギルドで声優劇士の資格をもらっていた時に心ゆくまで楽しませてもらったよ。そうそう、グランアリーナ前では即興のコンサートを催してね。僕のファンたちの熱狂ぶりを君たちにもぜひ伝えたかった。嘘くさ。ハーケンモンで聞いたあの演奏のノリを思い出すね。まあ生誕祭の熱に当てられて一人静かに飲んでいるというわけさ。そんな孤独でやるせない後ろ姿すら絵になってしまう罪な僕。これぞダンディズムというやつだね。もうわけわかりませんね。おや、エステル君、ヨシア君。せっかくの生誕祭だ。街に出て存分に楽しまないともったいないと思うけどね。ねえヨシア、掲示板の依頼の捜索対象って。間違いなくこの人だろうね。はっ、もしかして君たちこの僕と一緒に昼下がりのジョージを楽しみたいとか。そんな3人なんて、でもちょっと刺激的かも。いいだろう、喜んでお受けしようじゃないか。いやー、偶然ね。私たちなんかよりもはるかにオリビエにお熱な人がいるらしいのよね。なんだって。それは本当かい？ええ、よかったらその人のところに案内しましょうか。言うまでもない、君たち案内してくれたまえ。ん？どうしてまた遊撃士協会に来たんだい？まあまあ慌てなさんなって。今エルナンさんに呼び出してもらっています。ええ、はい。それでは遊撃士協会まで。皆さん、連絡がつきましたよ。すぐにでもこちらにいらっしゃるそうです。そんなにも僕に会いたくてたまらないのか。ところでその子猫ちゃんは僕が知っている人なのかな？それはもうよく知ってると思うわよ。ムフフ、今オートにいる子猫ちゃんか。やはりシェラ君か、それともカルナさんにアネラス君。いやいや、メイベル市長にリラ君という可能性もあるな。あ、まさかクローディア姫やティータ君じゃないだろうね。なんというか、ある意味すごい想像力ですね。ああ、もういらっしゃったようですね。おお、ついに来たか。僕の愛しい人よ、さあ入ってきたまえ。では遠慮なく入らせてもらうぞ。へ、どうやら君たちが依頼を遂行してくれたようだな。ありがとう。帝国大使館を代表して礼を言う。いえいえ、そんな。オリビエさん本人が望んだことでもありますし。話が見えないんだけど、僕に会いたがっている子猫ちゃんというのは。何を寝ぼけている、女王陛下直々のご招待だから、この際今夜の晩餐会に出席することは認めてやろう。だが、だからといってお前の好き放題にはさせられん。そのことを今一度言い含めておこうと思ってな。エステル君、ヨシア君、ひどいじゃないか。僕のことを騙したのね。何を人聞きの悪い。僕たち女性が待ってるとは一言も言ってませんけど。さて、夕方まであまり時間はない。いろいろと釘を刺しておきたいし、
とっとと大使館に戻るぞ。あれうん、これで一件落着ですね。査定も済ませたので報酬を受け取ってください。聖遊撃士の手帳はまだできていないので、準遊撃士の方に書かせてもらいますよ。この調子で次の依頼も頑張るわよ。微妙に後ろめたいけど、納得できる依頼だったからいいか。それじゃあ生誕祭の見物を再開しましょう。うん、そうだね。一通り回ったら東街区の休憩所に行こうか。